さあでは続きいきましょう。向かっていきますよ。まあ夜でもいいっすよね別に。まあ魔物上等って感じで行こうか。さあ黄金の街道。大地の裂け目で草原の国フォルセナ商業都市バイゼル。オッケー、まあまあまあ行こうか。アサシンバグよ。3人いるとさすがに楽いね。南を行ける感じ。とりあえず街道行きますね。フォルセナ狙う？ダーツ。あ、これ魔法なんや。食らうわー。火ついたらめちゃめちゃ体力減ってるわ。ダーツ。この感じ。あった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 。いや、結構あれやな。気をつけて使わないとまずいっすね。体力なんか、あっという間にスパーンってこう、持ってかれる時があるので。うわ、アマゾネス。力あげようか、アマゾネスは。ういっす。結構安全圏で運用しとかないと危ないっすよね。ゴリ押しとはゆえ。基本ゴリ押しでいけるんだと思いますが、ゲーム的には。なんか僕もね、久しぶりなんですよ、こういう。なんかね、ある意味、一方通行なゴリ押しゲームというか、まあもちろんある程度テクニックはあるでしょうけどね。まあまあまあゴリ押しですからね。ぶん殴って貯めてぶん殴ってで食らったからよくしてみたいな。まああんまそれ以上がないというか、テクニック的なことでよりもまあステータスがものを言いますよね。この感じはステータスと多分アイテムがものを言う。アイテムとか魔法がおそらくものを言うと思いますので、基本はそんな感じでいきます。毒なっても倒した瞬間に毒は消えてる感じですか。どうなんやろこれ。こっちのレベルが上がってるからなのかどうなのかわからないですけど、基本的に楽ですよね。マジシャン知性じゃあ上げようか。知性上げたらーつってましたもんね。魔法使えるようになるとか言って。よっ、え、魔法描写あった今。来た来た、ホーリーボール来た。敵探前、ちょっと待って、あのオートでさ勝手に使って、あでも魔法使われたらめんどくさいか。え、どうなんやろどうなんやろ、ちょっと待ってくださいね。どうなんやろ、魔法使われたらめんどくさいとも言える。止まるからね一回一回。あ、来てるわ、これや。聖なる光の弾が邪悪な敵にダメージを与える。ちょっと待ってください。あのオートっぽいので魔法使う使わないが選べるのかどうか。使わんっぽいな。基本魔法使いたかったら自分のコマンドで出せって感じか。あ、来た、大地の裂け目。一回見に行ってみる。あ、セーブポイントがある。いやマジで久々なんすって。本当になんかね、気楽です、正直。これ大地の裂け目な。うわ、え、行っていいのかな、怖いな。まあ多分一方通行ゲームなんで行けないでしょう。お、あ、秋王女だ。え、秋王女、リの女王様より反逆罪で抹殺命令が出ております。断りの女王様と読むかな。そんな私が何をしたって言うのよ。おいおい姉ちゃんたち、そう興奮しなさんな。
待ちなさい、どんな理由であれ抹殺なんて許せません。実の母親ってことですよね多分女王様。黙れ、お前らも仲間だな。おい、例の魔兵器を使うぞ。こいつらを橋の上に閉じ込める結界を張れ。は、橋の上に閉じ込める、なんだ魔兵器。あ、なんか来た。なんやねん、なんやねん、やばそうな感じがする。大丈夫、食らった、死んだ、即死した。嘘でしょ、今日こ即死じゃないですか。ちょっと待て、ノリオン回復しとこうか。ロケットランチャー90食らった感じか。やれぞこら、一体を固めてボコる感じでいこうか。倒せていない、くも、おらあかん、いける、生きた、生きてない、厳しいこれ。一応でも耐えてるなぁ。京子さん、ぶん殴っていく。ドリルミサイル、はいはい、ドリルミサイル、いかち。ノリさん、いや、やばい、京子もやばい、食らってる。ちょ、マジで、え、死にねかな。そんな感じでもないんすよね、微妙に攻撃入るからね。あのビースト兵の時はマジで入らんかったけど、倒した倒した、よしよしよし、生き返った。ボス的な扱いやったんや。う、やばい、総員退避。ん、爆発する、爆発する、で橋渡れなくなる感じ。やばい、裂け目落ちる。うわー、そういうことね、やっぱりそういうことですね。みんなごめんね、私のために。魔法王国アルテナはマナストーンを狙って各国に侵攻を開始したの。あの子たちがここにいるってことはやっぱりこの辺りにマナストーンがあるのね。早く英雄王に会ってマナストーンの場所を教えてもらい、精霊たちを見つけ出さないと。でも橋は落ちてしまったし、ホルセナにはどうやって行けばいいのかな。あ、正規ルートやったんかな。まあでも分かりやすいですね。セーブポイントあったから。まあ当然、このセーブポイント、この銀のセーブポイントとか、まあ金もそうですけど、見かけたらその後はちょっと危ないポイントあるよという感じでいいですかね。そうか。大地の裂け目を通らないとホルセナには行けないという体だったのか。シュエ。やりますか。よいしょ。他のキャラも使ってみよう。ちょ、京子使ってみよう。京子これ。めっちゃ食らった京子。まんまるドロップがちょっとなくなってきてんのよね。間違えた。京子さん。京子さんでございやす。あの必殺技とかも多分増えるんでしょうけどね。もっとあのゲージが上がってきて溜めないと出ないけど強いみたいな。おお、いや、これこれすごい、このイメージあるわ。回転切りみたいなイメージ、聖剣2のイメージ。悪魔、完全悪魔、オーガボックス。なんだこの野郎、バカたれ。勝った、オーガボックス、オーガボックス、勝てえわ、強いし。え、勝てるこれ。必殺でいって、必殺で、必殺でいって、めっちゃみんな食らってるから一回回復しよう。いやいや、ちょっときついな、1しか入ってないんですよね。一回じゃあ魔法いってみる。魔法ホーリーボール、
強そう。57かな、聞いたのか。攻撃力アップした。何が？ホーリーボール。いけ！こいつむちゃくちゃ強ない？大丈夫？倒した！いや、めちゃくちゃ強かった、マジで。力上げましょうか。はい。なんか出せや。うせやん、めっちゃ強かったっすよ。商業都市の方にとりあえず行くんでしょうね。おいしい。すー。あれ？あれ？あれ？誰操作してます？あれ？合ってるよね。全然思った通り動いてくれない。OK。割と間合いがね、狭めというか、近めと言いますか。これ回復魔法も欲しいな。ん？よし、到着した。とりあえず商業都市バイゼル。商業都市言うてるぐらいやから、なんかあるでしょう。我々の商人ギルドは間もなく北の魔法公国アルテナがこの地方に侵攻を開始するとの情報を得た。スパイの侵入を防ぐためしばらくの間よそ者をお断りだ。さあ帰ってくれ。あたたたたたたた。どうする？うせやん。諦める？じゃうせやん。ちょっと待って、きついきついきつい。何もイベント起こらんな。うわ、さっくり諦めるな。マジか。マジか。どうする？結構きついっすよ、これ変えるの。相手していってたらきつい気がするけど。いけるか。アマゾネス、じゃあ、体力。レベル上、ああ宝箱出ちゃってた。一回戻りますか。ちょっと逃げ気味で。ダーツとか行かれると多分結構きついんすよ。なんでちょっと逃げ気味で。ダサいけど。あ、ラビがいる。ラビまんまるドロップ出すかも。まんまるドロップをドロップしろ。ノードロップ。あそこ下に行けるんすよね。なんか回復の、もしかしたら黄金像とかね。いや、こんだけきついから。あっち、よし、誰か使ってあげよう。京子さんですよね。あ、なるほど。これで景色見てこいと。当然ハッシーは、あー、今見えない。まあ落ちたみたいなことなんかね。で、南には沼みたいなのが広がってるんですかね、これ。ちょっと何なのかはよくわからないですけど、商業都市バイゼルへの入り方を確かめると。京子よりアキちゃんの方がやばい、よう見たら。あかん、あかん、やばい。ラビを倒して、ラビオリオ。栄翔に多少時間かかるんですね。即時発動って感じじゃないな。アイテムだと即時発動してるんで。うわー、効くわ。多重みたいな感じで効いてるのか、あれ。ダメージがポポポポンって出てるんで、ちょっと多重的な入り方してますよね。全体もいけん、敵全体なのか。単体でやった時、単品がそのまま
一匹に突き刺さってるような感じ。おお、すげえ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 。全体だとこうなのか。ナイス。倒しきれていないが、どんどん行こう、どんどん行こう、どんどん使っていこう。これ強いわ。しかもこう栄翔させることによってちょっと遠くに置くことができるんで、あ、倒しちゃった、ごめんね。はいよ、お願いします。あれ、あいつ対象に入ったかな。今はこれノリオがピコンピコンですか。そうでもないか。聞いてない聞いてない、全然聞いてない。まずい。下もいけそうですけど、よし、帰ってきた、なんとか帰ってきた。いや苦しいこれ。ちょっと情報集めましょうか。まあまあ一回ちょっと回復して、アメちゃんもまあ朝でいいか。どうしようかな、全然見当つかん。スパイ扱いされているということをなんとかしないといけないんですよね。よし、ちょっと一回アイテム買うわ。アメちゃんを買わないと厳しい。新情報が、そうなのよ、それは言っとったね。よそ者はお断りと言って追い返された。だってあーでも、いやどうなんやろ、よそ者どころかライバル国の姫やもんね。あれセレクトで交代したらよかったんかな。いやそんなこともない、そういうことでもないと思うんですけどね。完成してるかな、これで一気に突っ込むみたいな。来た来た、吊り橋が落ちた。うふふ、よしよしよし、来たぞ。裏庭に行って待っててくれ。来た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 、来ましたわ。ポン、え、乗るんでしょ、怖、めっちゃ怖いこれ。ウルトラゴージャスターボキャノン2号や、打ち初め、いやや、ん、作るのに夢中で忘れておった。火薬だ火薬、ニトロの火薬がないぞよ。ニトロの火薬を取ってきてくれ。え、え、初めて聞いたけど、え、そんな誰か言ってたっけ、ニトロの火薬。兄貴なら出かけた。え、そんな火薬の話なんかあったっけ。火薬ね、考えてる。よそで聞こうぜ。どこで聞こうぜ。バーはないんだよ。やっぱバイゼルなのかなって感じっすけどね。ドワーフの連中なら持っておる。来た、穴を掘るのに火薬も使うからの。大地の殺鶏名の吊り橋の手前に秘密の入り口がある。ほうほう、え、さっきでもなんかそんな雰囲気のところに行ったけど入れんかった場所かな。オッケー、行ってみよう。ええこと聞いた。これ下はちなみに、すごいミスるやん。出た、まあこれはドロップでしょうね。ですね。え、怖い、行かん方がいいか。あ、へえ、船とかいずれこっから出ることあんのかな。ないか、多分。でも湖っぽいですよね。
沼地というか海じゃないっすよね。海はあの船でもちろん来たんですけど、湖とか沼地っぽいのよね、あれは。おら、なんじゃおら。基本的にはもう連打してるだけです。基本的にはね、連打 しながら HP を見てる感じです。アサシンバグの瞳を手に入れた。え、アイテムとして使うことができるのか。あ、使え、単体毒ダメージ、へえへえ、そんなのもあるんですね。じっくりよいっしょいっしょいよいっしょいっしょいよいっしょいっしょい、すん、気楽でいいわ。ダーツ、これが結構食らうのよ。47ですよ。いやほんま急にでかいダメージ食らうから気をつけとかないとダメですね、このゲーム。だからもう唯一それだけやな、気ぃつけなあかんの。なんかもう想定外のダメージポコーンって食らったら一気に積むんで、聖杯みたいなのはもう少し本当は買っておかないといけないのかも。宝箱スルーはこれもうなんか伝統芸みたいになりそう。ちょっと宝箱までのラグが長すぎるわ。待てないんですよ、せっかちやから。そもそもが性格がもう、よいしょ、最後に倒したやつが宝箱出す可能性って感じですかね。大地の裂け目の、ここか、ここかなと思ったんやけど違うのか。どこ、こっち、もしかして。いや、あれないな。ここかなって勝手に思ってたけど、ん？登れたりする？いや、なんもないっすね。あれ？もっと手前なのかな。ここのこと言ってんのかな。ここかな。いや、いけないっすね。どっからダーツ飛ばしとんねん、こらー、きつー。あきちゃん、ドワーフのところ探そう。このマップってことかな、手前やから。いやー、なんか違う感じがする。すごいなんか違う感じがする。いや違うよな絶対。違うっすよ、多分ほんま。ここでなんとかイベント出ないか。いやー出ないっすね。んだ、こんな一本道っぽいゲームで。めっちゃ分かりやすいやんって感じ。
てる方どう？え、大地の裂け目の手前でって言ってたよな。もうちょっと進んでみるか。そんなぽいとこないっすけどね。あるか？しかもさっき見えてたら行かれたらあかんような場所なん違うかなとも思うんで。罠。抜け道チックなものがあるのかな。なんかこれ来すぎてる気がするんやけどどうやろう。いやもう一回戻ってちゃんと話聞くか。いや余裕ですぐ分かると思ってたからね。正直なこと言って気にしてなかったっすね。細かいその言い方についてはニュアンスはここまで来てもうてんもんな。いやーすいません、ほんま申し訳ない。これはちょっと何のこと言ってんのか。このエリア手前エリアってことになりますが、ないよね。上登れたりするような雰囲気も。ドワーフのホラー穴の方へ行ける穴みたいなのが開いてるの。ルートを探せ。いやこれ多分でも戻りすぎないと思うね。いやもう一回話聞きに行くわ。もう不安というか自信がなさすぎるな。アマゾネスレベルアップ。じゃあ素早さ上げときますか。ないやお、姿勢をさらに上げます。レベルが上がるのはいいことだが、こんなでも戻った位置じゃない気がするな。あの言い方やとですよね。絶対手前やもんね。裂け目の手前って言ってたもんな。こんなギリギリの話じゃないと思うんすよね。ショックでかい。わからなかったことによるショックがめちゃくちゃでかいです。あっ、こことか違うな。ダーツ強えんだって本当に。めちゃくちゃ強え。ちょっと待ってくださいね。一回また回復して。よく聞こう。まあ僕の聞き方が悪かった。余裕で見つかるもんだと思い込んでいたので本当に申し訳ないです。あ、マナの祝日来た。いやこれはちょっと想定外の足踏み。
大地の裂け目の吊り橋の手前に秘密の入り口があるらしいのじゃが、詳しいことはわしも知らん。うん、吊り橋の手前、大吊り橋の手前。オッケー。もう一回まあもちろん探したっすよ、めっちゃ探したけど、もう一回徹底的に洗いますか。吊り橋の手前ということはもう、あ、これ出てからって話やんね多分。で一番臭いあのとこではあるんですよ、一番見てるとこではあるっすよ正直。うん、一応待って、こら遠距離攻撃やりたいな、なんか弓とか。しゅ、魔法はね時間が止まっちゃうんで、なんかねできればこうスッスッと打てるような弓とかねあったらいいのにね、こう離れた時にこうパーンって追撃できるような。体力アップ、どんどん強くなっていく。まあレベル上げは簡単ですからね、ボタン連打しときゃいいだけの話だし、往復してまあ敵とあんまり逃げないようにさえしとけば多分自然にどん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 上がっていきますので。間違えた、条件反射で言ってます。しゅい、さあここよね、ここじゃないですよね。大地の裂け目、吊り橋の手前やから、いや、ここですよね。え、ここやん。違うのか。え、マジでマジで。嘘でしょ。なんも起こらん。吊り橋の手前。いやもう吊り橋やねん、ここ吊り橋なんすよ。嘘や嘘やって言ってくれマジで。いやーこれあかんわ、詰んだ。じゃあここか、ここのどっかか。もう一回も徹底的に洗うか。こことか入れそうに見えたけどね。あと上とかもピョンピョンっていけないかなーって感じですけどね、確かに。ヒントもらってもいけないってどういうこと？え、むずすぎる。登れないっすよね。登れそうなところも。あ、いやいや、わかんないっすわマジで。親指めっちゃ痛い、左手の。え、どうしよう。吊り橋の手前違うんかな、そもそもやろうとしてることが違うのかな、後なのかな。なんかイベント発生のフラグが立ってない、これ。どうしましょう、一生ここでいることになるな。なんか、なんか自分がやってないんですかね、これ。それとも、
精霊を使うとか、そんなもん、でもそれも基本的にイベントっぽいのが発生しないと多分無理やから、これか。うわ、なんやねん、ちょ、なんやねんこれ。うわ、だる。ウィル・オー・ウィスプ使うんや。セーブポイントちゃーん。うわー、めっちゃ嫌こういうの。この洞窟の壁はですね、うまい具合に光の屈折を利用して幻を見させているんっすよ。大地の裂け目は別名宝石の谷と言われるぐらい、水晶などを岩に含んでいるモンスから、ドワーフたちがそれを使って入り口を隠してるみたいです。まあ見ててください。この岩、一見ただの大岩に見えるっすけど、僕の光で屈折方向を変えてやると、いやもうそんな早やれや、もう、いやもう屈折とかちゃうやん、動いたやん、めっちゃ動いたやん。いやこれセーブポイントや、もうほらねー、これイラッとしますね、これちょっとしょうがないね。ちょっと皆さんどう思いましたか、これ初見の方。これ逆にセーブポイントやって知ってるからこそ引っかかるっすよこれね。えはい、じゃあ次回ここから行きます。